シナモンエアは、サフランアビエーションが運営するスリランカの航空会社、バンダラナイケ国際空港内にある専用ターミナルから国内各地とコロンボをつないでいる。2013年7月から定期便の運航を開始し、セスナ208水陸両用機2機とセスナ208バイトグランドキャラバン1機を保有している。シナモンエアの目標は、スリランカの文化三角地帯と、 コロンボ、ハンバントタの二都市を結ぶことである。キャンディでは現在は、水上空港を利用しているが、空港建設後はそちらを使用する予定である。現在、コロンボとバッティカロア、トリンコマリー、ディックウェーラ、コッカラ、ベントタ、シーギーリアを定期便で、ヌアラエリアとカルピティアを、季節運行便で結んでいる。また、チャーター便の運行も行っており、乗客の依頼によって、 中央高地から北部地域まで航空機の運航が可能である。定期便はすべてスリランカ航空とのコードシェア便として運航されており、スリランカ航空のウェブサイトを通じて世界中から予約をすることができる。シナモンエアを保有するサフランアビエーション株式会社はスリランカ最大のコングロマリットであり、ジョン・キールズ・ホールディングス、MMBL レジャーホールディングス、 フェニックス・ベンチャーズ3社の合弁会社である。カトゥナーヤカのバンダラナイ国際空港内にあるシナモニアの国内センターミナルには格納庫と整備施設が付属している。2019年現在、公式サイトによると就航路線は以下の通り。キャンディでは、上半期はビクトリア水上空港、東キワはポルガラ水上空港で運航される。 シナモギアセスナ208キャラバン1号2019年、現在の公式サイトによると運用機材は以下の通り、ありがとうございます。